はい、こんにちは。行列 FP の林です。今回はですね、あの、動画の方にですね、ちょっとご質問が来てましたので、それの回答をしたいかなと思うんですけども、あの、e-tax の動画ですね。で、えー、その中でですね、領収書をどういうふうに入力したらいいですかとか、あの、まあ、扱いをどうするんですかみたいなご質問がありました。で、それの回答なんですけれども、あの、ちょっと、えっと、領収書、結論から言うとですね、あの、 領収書を直接使用することはないんですよなので、ちょっと僕の回答がですね、まあ、外してたらですね、えー、大変申し訳ないんですけれども、あのただ、当然、その領収書っていうのは、あの、 今から言うその決算書ですとか、ま、あ確定申告をするために、そのベースとなる証拠書類になりますので、まあ、非常に重要な書類の一つです。なので、あの、無関係ということはないんですね。直接はあの入力はしないんですけれども、無関係ではないので、まあ、ちょっとその辺の話をですね、軽くしたいかなと思います。で、あの、あんまり詳しく説明をするとですね、えー、例えば、福祉規模機の入力の方法みたいな話になってきて、あの、動画が泥沼になっていきますので、まあ、ちょっと今日はですね、あの、軽く回答していて、あの、キーワードだけね、覚えていっていただいたらいいかな なと思いますであのもう、ね、結論も言いましたけれどもあの、直接使用することはないんですけれども、ただその注意点がありましてですね、えー、青色申告をする場合ですね、e-tax で青色申告でする場合は、 え、領収書っていうのは、えっ、ー、と、7年間保管しましょうというふうなことになっています。しましょうというか、あの、する義務ですね。があります。ただ、ま、あの、保管しなかったからといって、その罰則規定みたいなのはないみたいなんですけれども、まあ、一応こういうふうにルール決まってますので、あのー、まあ、保管するって言っても大したことはないと思いますのでね、まあ、これは保管しておけばいいかなと思います。で、領収書だけじゃなくてですね、その決算関係書類ですね、今から言うその青色申告決算書っていうのもありますけれども、とか、えっ、ー、と、取引関係証拠書類、 というふうなものは、あの領収書に限らず、えー、と 7, 年間7年間保管というふうな形になっているので、まあ、この辺は、えー、ルールの通り守っていきましょうということですね。で、アオイル申告ですけれども、アオイル申告する場合は、アオイル申告決算書というのを提出しないといけないというふうな形になっています。で、これはですね、あのどうやって作るかっていうと、その、複式簿記ですね、このキーワードも覚えていっていただいて、 行きたいんですけれども複式簿記の形式によって8、えー、帳簿を作成しておいてでその帳簿からですねえっ、ー、とアオイル申告決算書というのを作成していきます、えー、例えばですねあの最近は、まあ、手作業である方は少ないかなと思うんですけれども僕なんかですとえっ、ー、と mf クラウドっていうあの、まあ、クラウド上の会計ソフトですねを使ってまして、えー、そこ上でですね、まあの日々 え、上がってくる経費っていうのを、複式募金形式によって入力はしてるんですけれど、あの仕分けですね。仕分けしながら入力してるんですけれども、そこからですね、えっと、1年間終わりましたと。1月1日から12月31日ですね。これが、えっと、決算期間、個人事業主はなりますので、その期間の複式募金の入力から、うん、アワ申告決算書っていうのを作成することができます。それはですね、あの、まあ、複式募金の仕分け入力が完了していれば、まあ、あとは、 ほんの少しの手間で計算書を作成することができる。最近はソフトは非常に賢くなってますので、そのあたりは非常に簡単にできるようになってますので、そういったことを日々やるということですね。だからその複式簿記で入力するときにレシートというか領収書がいりますので、その領収書を見ながら、この ヒ目は何だろうというふうな形で、複、えー、式簿記の形式で入力していくっていうのが、まあ、どうぞ領収書の入力の方法というふうな回答になってくるかなと思います。で、その操作方法はですね、まあ、ソフトによって、それぞれですね、ちょっとここでは割愛しますけれども、まあ、僕はさっき言ったように、その MF クラウドというふうなソフトを使わせてもらってまして、まあ,あ、れは非常に便利で簡単かなとは思います。で、あのー、もう一つですね、加えておきますと、この青色信号決算書ですね、あの等々で、その、 あの個人事業主がですね、と確定申告する方法については、あの税務署さんの方でですね、お近くの税務署さんの方で、あのお話を聞くことができると思います。であの うちもですね、話を聞いて、あこういう風にするんだっていうことを学んでから、ああ、るウェ申告算書を提出をするようになりましたので、あのそういったところはですね、あのまあ、税務署税金で運営されてますので、まあ、無料で、えー、とお話聞けますので、まあ、ぜひですね、活用していただいたらいいかなと思います。はい、ということで、えーとまあ、基本的な話これで終わりなんですけれども、あのまあ、せっかくなので、ああェル申告決算書っていうのがもし見たことなければですね、どういったものかっていうのをちょっとお話ししようかなと思うんですけれども、 これですかね。と僕が使っているですね、この MF マネーフォワードですね、マネーフォワードクラウド確定申告っていうのがあるんですけれども、まあ、このソフトを使っているという私ですねで。これの中の1ページで、あのこの IL 申告決算書の書き方っていうページが、記事がありましたので、こちらですね、概要欄の方にリンクも貼ってますので、ぜひですね、見ていただいて、あのでまあ、気に入ったら MF クラウドも使ったらいいのかなと思います。 で形式としてはこんなものですよ。あの、4ページのものになってまして、で、1ページ目がこういうふうなまとめみたいな感じですね。えっ、ー、と、左上に売り上げがあって、えー、そこから下が経費になってますよというような形ですね。で、売上から経費を引いたものが、あ所得と。こういうふうな、えっ、ー、と、事業所得ですね。に該当するというものになっています。で、これを提出することによって、えー、と確定申告ができるというような形ですね。で、これも、e-tax の場合は、あの電子書類で提出することになりますので、まあ、紙は いいいらないっていう形でですね、えー、でもこの時どうしたかなどうやって提出すか開かなかったので、紙で提出したかもしれないです。<laughs> ち<ょっ>と <laughs> なんでそこだけなるみたいにって話してありますけれども、あのまあ、基本的に E-Tax は全部あの電子化してできますので。 まあこれも提出するというような形ですね。でこれが結構重要になりますので、えー、でこれを作るためには、日々の福式簿記の、えー、仕分け入力ですね。これが非常に大事になっていきますね。まあ、コ,ツコ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 ツですよね。あの年末になってドカッてやろうとするともう本当に大変なので、まあ、それは本当に、えー、おすすめはしないですね。えー、日々売上経費が上がっていくとか、売上が上がっていくごとに、その福式簿記にどんどん入力していくとで。年末はもう基本的には終わってますと。 あとは、その、青色申告計算書を作るだけで、えー、確定申告できますよっていうような形が理想だと思いますので、ぜひですね、まあそういった形でやっていただいたらいいかなと思います。はい、えー、ということで、えー、今日の動画ね、以上になります。どうも最後までありがとうございました。